はい、どうもこんにちは。あのハサミとね、足が一本の磯蟹さんね、ちょうどね脱皮してから8日8日経ちましたね。もうねほぼね殻はね固まりました。なんか足の色がね、最初からあったハサミがこの右側のハサミで、足はこの後ろから2番目の色がちょっと濃い足なんですけど、新しくね生えたハサミとか足もなんか時間が経ったらね黒くなると思う、まあ、なるかなと思ったんですけどね、ならないですね。そんなにね、まだ淡いなんていうか、あの小豆色とね白のしましまみたいになってますね。ちょっとねこれ以上時間経ったらもうちょっと色がついてくるのかもしれないですけどね、今現状こんな感じですね。でまあカラーも1週間ねだったんで固まってて、酸味はですねやっぱりねこっちの最初からあった方よりはね、こっちのあの今見えてる右側のハサミの方がねちっちゃいですね。もう体もね一回脱皮したんでね、全体的にこうなんていうかね綺麗になってますね。苔みたいのもねそんなに生えてなくてね、今ねこんな感じですね。でもうね体がだいぶ固まったんで、ちっちゃいあの小部屋から出して普通に水槽の中でね飼ってあげようと思います。ね、綺麗になってよかったですね。脱皮できてね、全部ね。どうですか、気分は。気分は最高ですか。ね、あんまね、あんまり水がないとこにやってるとね、呼吸できなくなっちゃうんでね。はいはいはい。そんな感じです。はい、今ね、こんな感じでね、水槽の中にいます。ちょっとね見えにくいんですけどね、足4本ある足の1番2番目がねもうすでにね半分折れちゃってるんですよね。これ水槽に戻してからちょっと見えなくなっちゃいましたね。あ、こっからだと見えますかね。ちょうどこの足の2本目が半分ぐらいになっちゃってるのが分かります。これ水槽に戻してから、あの小部屋から出して水槽に戻してから1日か2日したらもうなんか折れてたんですよね。もう足がね1本こう半分になっちゃいましたけどね、普通に元気にね過ごしてます。他にはですね、ここにもイソガニさんいますね。このイソガニさんはハサミがね1つないですね。ハサミが1本、足が1本ないですね。この子も脱皮すれば新しいハサミと足が生えてくると思います。あとはですね、なぜかここにねメスのイソガニさんが張り付いてます。このなんかフィルターのね隙間のところに、ね、なんか心地がいいんですかね、狭くて面白いところに、ね、入り込んでますね。